まさに才色兼備。7年かけてでも大学を卒業した。桐谷美玲はすごかった。2015年に7年がかりで大学を卒業した女優の桐谷美玲さん。桐谷美玲さんといえば女優、モデル、キャスターとマルチな活躍を見せています。芸能活動と大学生活の両立を達成した。桐谷美玲さんの大学卒業までを調べました。これを見れば桐谷美玲さんがますます好きになります。ついに大学を卒業。桐谷美玲のプロフィール。桐谷美玲。出身、千葉県。所属、スウィートパワー。生年月日、1989年12月16日。身長、163.5cm。マルチに活躍中の桐谷美玲さん。2005年、高校1年生の時、千葉のナンバーワン美少女として、スカウトされ、映画、春の居場所でデビュー。地元、千葉の高校に通いながら、仕事をこなす。以前は、ラグビー部のマネージャーをしていた。桐谷美玲の活動内容。セブンティーン、ノンノーの専属モデルをしていたこともある桐谷美玲さん。2006年、連続テレビドラマ、吉祥天女に出演し、その後も、東京少女などに、立て続けに出演。桐谷美玲さんは、その後も様々なドラマに、出演しています。キャスターとしても活躍中。大学で学んだことが活かされているのでしょうか。桐谷美玲が通った大学と卒業への思い。卒業した際、最後は意地だったと語る。桐谷美玲さんが7年かけて卒業した大学は、どんなところで、どんなことを学んだのでしょうか。2008年4月、フェリス女学院大学文学部、コミュニケーション学科に入学。メディア論、言語学、心理学などを学ぶ。桐谷美玲さんは公式ブログで、大学生活のアップもしているみたいです。桐谷美玲さんと同じ大学で講義が受けれるのが羨ましいですね。大学の講義終わりにチーズフォンデュを食べる桐谷美玲さん。桐谷美玲さんの幸せそうな笑顔が素敵です。大学の謝恩会にも出席する桐谷美玲さん。芸能人をやりながら普通の大学生してたんですね。尊敬します。ついに大学を卒業した桐谷美玲。7年間通って達成した大学卒業の思いをブログで語っています。2年間の休学を挟み、入学から7年かかっての卒業です。人より長い時間がかかってしまいましたが、その分、多くの出会いがあったし、いい経験ができたと思っています。今年度は、復学して、久しぶりに、お仕事と学校の両立で、なんだか懐かしく、楽しく、時に苦しく。でもね、入学したからにはどうしても、卒業したかったんだ。もう最後は意地です。桐谷美玲さんの大学卒業へ思い読むと、桐谷美玲さんがいかにしっかりした人かというのがわかりますね。桐谷美玲さんのこのような姿勢が、モデル、女優、キャスターとマルチに活躍している理由なのかもしれません。まさに、才色兼備というにふさわしい。7年かけて大学を卒業した桐谷美玲。桐谷美玲さんに対して、世の中の好感度はアップしているようです。また、現在留年している大学7年生にも勇気と希望を与えたみたいですね。桐谷美玲さんが7年かかってもきちんと仕事しながら大学卒業したのはすごいと思う。桐谷美玲さん、あまり関心なかったけど大学を卒業されたと聞いて好感度アップ。フェリスだっけ。あそこはいろいろ厳しいから、今の仕事の忙しさ考えたら7年でもよく卒業したと思うよ。桐谷美玲氏が7年かけてこの春で大学を卒業したらしい。大学7年生の星。僕は桐谷美玲だ。大学だけじゃない。桐谷美玲は高校時代から芸能活動と両立させていた。中学では1、2を争う成績だった。桐谷美玲、高校は地元の長男館、千葉県立千葉東高等学校へ進みます。そして通っていた高校は千葉東高校。こちらの高校はなんと驚きの偏差値70。高校時代から芸能活動との両立をしていた桐谷美玲。2006年高校時代に女子中高生向けファッション雑誌セブンティーンの専属モデルになった桐谷美玲さん。やはり高校時代から可愛かったんですね。桐谷美玲さんはセブンティーンに5年半在籍。その間に表紙を飾ったのは32回と歴代1位です。高校、大学生活と芸能活動の両立を成し遂げていたんですね。大学を卒業した桐谷美玲、これからも活躍から目が離せないですね。大学を卒業した桐谷美玲さん、
桐谷美玲さんの信念と根性には本当に感心させられます。大学での経験を生かしてこれからも幅広い活躍を期待したいですね。